みなさん、こんにちは。フリーアナウンサーの岸田彩香です。エミンの月間為替相場見通し、2024年7月号です。今回もエコノミストのエミンさんにアメリカドル円の見通しを解説いただきたいと思います。エミンさん、今月もよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。さあ、それでは、うん、早速直近のアメリカドル円の振り返りから見ていきましょう。うんうん、はい、はい、もう160円を超えて、えー、まあちょっと162円手前まで行っ で一応です、ね、この辺りで、まあ、少し頭が重い、えー、状況が続いているとでまあここからだからあのもう一段上を目指すのかそれとも,もう160円台で一回もう頭落ちして下がるかっていうのは、まあ、今後の、まあ、経済指標アメリカの経済指標と、まあ、あとは FRB がどんなメッセージを出すかですね あの政策会合もございますので、まあ、日銀も本当にせいあのなんか対策を打ってくるかどうかですよね。そこにかかっている、はい、それではアメリカの長期金利から見ていきましょう。うんうんはい、だから一つはちょっと面白い動きとしてね、えー、そのトランプさんが前回のテレビ討論会バイデンさんとのテレビ討論会で、まあ、トランプさん結構 優位だというふうにですねその市場が見ていたのでその後にですねその直後に実はそのアメリカの長期金利ってね一気に上がっちゃったんですよ<ー>。でこれがだからその6月の28日にその相場がオープンした時にそのちょうどアメリカの相場ですねそのテレビ討論会が前日の夜にやっていて。 でその相場がオープンした時には結構アメリカの長期金利っていうのは上に跳ねちゃったんで、はい、これなんでこういうことが起きてるかというとあの一つはだからそのトランプさんがもし、えー、そのもう一回大統領になったらこれ減税やるって言ってるんで減<ー>、うん、税やるってことはアメリカがその分税収が減って国債を発行しなければいけない国債発行すると何が起きるかというと国債の価格が当然ながら下がって。 金利が上昇すると。まあ、おそらくですね。これはまだまだ、その。なていうのかな。あの。まあ、ちょっとしたポジション調整だと思うんですよ。あの、こく、あの、債券投資家のね。まあ、多分トランプさんが来ることへの、まあ、その間一つ。うん、として、一瞬だけ、やっぱりアメリカの長期金利が上がっとするとと,ともに、ドル円も上に跳ねたんですけど。まあ、その後ですね。実はじわじわ下がっているのは、これは。まあ、雇用統計ですよね。はい、だから、雇用統計。 とこまあ、その後に出てきたマクロ指標公有統計の前に ISM 非製造業が出てきてそれと公有統計が出てきてその2つ大きいやっぱりマクロ指標弱かったことでもう一回一応下がってはいるただしここからさらにまた、まあ、アメリカの大統領選挙まで、まあ、11月なので、まあ、かれこれ今4か月ぐらい切ってますんでやっぱりトランプさんが。 も,う今もしトラって日本人言ってたけどもうトラとかほぼトラになっちゃうと <laughs>、はいうん、これはアメリカの長期金利がもう一回上昇に転じる可能性は大いにあるんじゃなないかなと僕は見てるんですよねはその雇用ですね、うん、アメリカの失業率見ていきます、はいうん、でこれ、雇用統計がねちょうど私たちが収録そのしているのは7月10日なんですけれどもその前週の金曜日に発表されまして6月の,、はい、そのデータですね。で一応 まあ、あの非農業者部門の雇用者数自体は予想を超えたんですけれどもただ失業率は今回も0.1ポイント実は上昇していて4.1%とそしてあの、まあ、今までもずっとこれ私言ってきたんだけどその見た目の数字ヘッドラインの数字は強いけれども中身は弱いと今回ですねこれがもうみんなにも中身の弱さが分かるぐらいの実は中身だったんですよちょっとずつ表に出てき出てきいいる、はい、っていうのは あの日野業者部門の雇用者数が強いにしても実は民間部門というのは相当弱くて、まあ、ほぼほぼですねこれはいわゆる政府の雇用だったとその増えているのはね<ー>もう一つは引き続きやっぱりその正規雇用が減っていてパートタイムが増えているというのはこれはもう明確に分かってきていてさらにですね5月の雇用統計のデータと4月の雇用統計のデータこれいずれも下方修正されているんで。 やっぱりですね、こう、もうかなりですね、これ弱い、もう、あの、印象操作にしても隠せなくなってきたと、アメリカの雇用の弱さっていうのはね隠しきれない。で、あの、その前に発表された ISM 非製造業、景況監視数も、実は、あの、かなり予想を下回る結果が出て、まあ、ISM の中でもね、いろいろ、 項目があるんですけどもね雇用指数とか ISM の中でもあの雇用指数がありますそれもやっぱりその予想を大きく下回っているのでつまりアメリカが今までむしろまあインフレ上昇圧力を作っていたのはやっぱりサービス業における賃金上昇圧力とかですねえもしくはサービス業における雇用が極めて強かったとっいうのは背景にあるんですけどまあ 非製造業っていわゆるサービス業なんでサービス業も弱くなってきているってことはもうアメリカのある意味雇用が今後もっと悪化するだろうという見方なんですよね、まあ、それをだからその雇用統計そして ISM 非製造業この2つのやっぱりそのマクロ指標の悪化でトランプさんがあ<ー>あの効果で上がった分が総裁されちゃったという感じなんですよ。はいあの その意味でだから長期金利がトランプ効果で上がっていたところにこのマクロ指標の弱いのが出てきちゃったんでそれが相殺されちゃってで CPI の発表ありますけれどもインフレの数字ももし弱く出てくると私は多分7月のこの FOMC で月末に予定されてるんですけどもう利下げのサインを出してくるんじゃないかなと。 9月の利下げの際ね、予想を7月に出す、4月に出すんじゃないかなと思います。と、はいうん、思います。ということで9月の利下げ確率がだいぶ、うん、だいぶ上がって上がってきました。はい、これはだからその、えー、この2つのね、えー、マクロ指標が出る前は48%だったのに40今73.6%まあ70%超えてきてるんで CPI も予想より弱めに出てくるとこれはもう間違いなくあの実はその利下げの メッセージを7月に出すすんじゃなないいかなと思います7月に利下げはないこと、ね、な,いないけれども、はい、9月のまあ,あのこれ、はい、事前にコミュニケーションしているので、えー、FRB はね7月の多分 FMC で9月に利下げするかどうかのサインを出してくるんじゃないかなとなんかそんな感じはしますただし CPI が予想より強めに出てくるとこれはもう、はいまあ、またパーまあ分からなくなりますよねまた8月のデータ見なななきゃいけなくなるんで えというようなですね、今状況にあると思ってください。はい、そのやっぱり数字が弱かったら、二、うん、回利下げも。可能性としてはある。ありますね。ありますね。ね九月十二月,、うん、月,月とかですね。可能性としてはあります。うん、まあただ、それは多分二回利下げするとは言わないんで、はい、まあ、とりあえず一回目の利下げのサイン。どこかでメッセージを出してくるんじゃないかなという感じはします。はい。 そしてて続いてはドル指数ですねドル指数も基本的には、まあ、顕著なんですよ底堅いです。というのはあのドル指数は大円だけじゃなくて他の通貨に対してもドルの動きなので、まあ、それを見てみると今年に入ってからは、まあ、あの基本的には まあ、県庁です、ね、101から105まであの年初来で上がってきてるけどまあ上げ下げありながらもまあいろいろとねヨーロッパの方も問題がありますからねあの、えー、とフランスの選挙もね、えー、今度サハ連合が勝ちましたしその議会もしかしたらその、えー、フランスかなり今後政治が混乱するグリッドロック状態に、まあ、ニッチもサチも開かない状態になる可能性がありますし、まあ、イギリスはあの労働党が勝ちましたし、まあ、その意味でイギリス自体は今度ド は強いんだけれどもただユーロはねちょっとまだ不透明要素が大,す大きすぎるというような状況を考えると多分ドルそのものが米ドルそのものがすごく強いっていう感じではないけれどもそこ、まあ、がたく推移するだろうなと、えー、多少の,、まあ、あのアメリカが利下げのサインを出してたとしてもですよ、はい、出してたとしてもうんじゃないかなというふうに思います。なんか難しいですね、うん、あのそのそ いろんな要素で円安の方に行くだからこれはちょっとだからあの一つだ考えなきゃいけないのはここにきて結構その世界的に政治的なリスクが増えてきちゃったんで、はい、まあもちろんアメリカも政治的なあのそのリスクはありますその大統領選挙どうなるか分かりませんしその実際本当にバイデン VS トランプさんになるかでさえ今分からなくなってきたのでもしかしたら民主党が候補者を変えてくる可能性もあります。そうなっったら何かか動きって変変わわるるんですす可能性ありますね からあの誰が出てくるかあと出てきた時にの,、まあ、あの反応ですよね反応によって、うん、まあ本当にその人がトランプに勝てるかどうかっていうですねそれにもよりますのでまあでも間違いなくトランプさんが、まあ、あの来たら、まあ、少なくとも初期反応としてはやっぱり減税でそれに伴うそのまあ国債発行、まあ、国債発行量の増加っていうことを多分おそらく まああの市場がすぐに織り込みに動くんでまあただあのもしトランプさんがあのそのまあえおそらく円安に文句言うだろうとみんながねまあただそれは多分まだ先なんですようん先なんですよだからそのトランプさんが来てしばらくしてなんか円安に文句言い始めてっていう意味での多分 えー、トランプさんによる円高効果っていうのはあるけれどもそれって多分ねあと1年ぐらいかかりそうだなうん、うん、なんなんとなくねまあ今はやっぱりその不確実要素が多い,いう、うん、そうまあ置いてみるとまだ一番やっぱりトランプさんが確実にやるのはまあ減税だろうとみんな思ってるので。 それでやっぱりその長期金利が上昇に転じるんですよねは日本の長期金利の方がどうかと言いうすと、うん、日本の長期金利もねやっぱり、ね、上がってますよ1%超えて。うんまあ、これもだから結構あのアメリカとの連動性もあるんだけれどももう一つは日本の、まああーえー、とーデータもね、えー、あの企業物価指数なんかもね今日発表されて2.9%と結構強めの数字が出てきてるんで、まあ、日本もやっぱり。 えその金利のある世界にもう入るというふうに市場はちょっとずつ追い込んできているというようなところは僕はあると思ってます。というのはあの株式市場の方でもねあの割と結構その銀行株が上がっているんでおそらくそういう意味でのもう利ざやが増えるだろうっていうですね金利上昇によってそういった多分思惑もあるんじゃないかなと思います。 はい、うん、ということで、これまでのお話を踏まえて、うん、アメリカドルへの今後の見通しというところですけれども、はい、だから、まあ、今後の見通しとしてはまず残るはもう本当に日銀が政策、えー、変えるしかないですよね、はい、まあそのサインはちょっとずつ出てきていて長期金利も上がっているし日本の2年金利も上がっているし、まあ、少なくともあの年内は今、市場は25ペースポイントの利上げはあると思っている。 でも思っていてこ,この様ですから。だから思っていて160円超えてますから。あ、だからもっと思ってる以上に、うん、頑張ってくれないくれないと,ないとあのおそらくこのドル円が大きく下がることはないというふうには思います。これがまず一つあのえっ、ー、と日本のまあ政策絡み。 でアメリカの方はこれはもうすでに市場はもう2回ぐらい利下げはあるんじゃないかと思ってるんですよ、はい、でおそらくうまくいって2回利下げはあると私もずっと主張してるし思っているでもそれでもこういう結果ですだから今後だから起きうることは大きくあのドル円が下がるっていうのは日少なくとも日銀日本側から何か期待を超えるような回答がない限りはちょっと厳しい。はい 引き続きこれは私はドルが強い展開が続くとあの円に対してはやっぱりかなりドル高円安状態は続くというふうに思ってますで見てほしいのはこれがこの今年に入ってからのこのトレンドラインってないんですよ、はあ、そうです全部線の部そ,うそうなんですよ、はい、金返せるっていうんで、はい、これかなり強いトレンドです<ー>でもう一つはやっぱりその 需給環境としてもアメリカ株がかなり今、顕著な状況で日本人の特に新ニーサによるえそのえ米株買いえそしてそのまああのオールカントリーっていう ETF も人気なんですけれどもこの2つでこれはもうあのこの半年間だけで6.1兆円あのえといわゆるドル買いが起きてるんですこれってこれからも増えていく可能性もあるんですかあります じゃ,じゃあよりこう円安にだからこれはだから需給環境としてはあの円売りが、はい、あのこれは今のところ今年に入ってからは毎月1兆円ぐらいの機械的な円売りがだからこのここまでしつこくですねあの あの為替が下がらない、あの上がってい、上がっていっているっていう粘り、ね、何があっても粘り強くですね、上がっていってる理由の一つは。<laughs> はい、その需給なんですよ。うん、粘り強くっていうのはね、緩和、ずっと粘り強く緩和します、緩和しますって言って、百六十になっちゃったからね、今。今慌ててるけど、あの日銀はね。言いたいのは、だから、需給としても、やっぱり、これは、まずは需給は、アメリカ株が堅調な限りは、多分需給としては改善しないので。需、はい、給としては改善しない。<ー>で、えー。よって、えー まあ、唯,唯一だからそのアドバンテージは、まあ、インバウンドは結構好調なので今年に入ってからのでその今年率換算で大体7兆円ぐらいになってるから新 NISA による、えー、その年間の円売りが12兆円だとして一応7兆円の円買いなんでねインバウンドは10円買いです。あー あの外国人が要は自分の通貨を持ってきて日本円に変えて消費してるって10円以外なんですよ。でその分だから12兆円のうちが7兆円を外国人観光客っていうのは実は総裁してるんですね。で5兆円ぐらいでも実は日本は5兆円ぐらいのデジタル赤字もあるんで10兆円ぐらいのこれはあのもうその機械的な円売りが出ていてっていうふうに思っていただくとちょっと需給的にはかなり厳しい。これは大きくやっぱり 変わるそのきっかけがあるとしたら、まあ、本当に、まあ、日銀が大きく期待以上の利上げをするかも,う、はい、もしくはもうア,メリカのアメリカ株が崩壊して日本人が新 NISA でーあの米株買いをやめるかですよもしくは持っている米株を売るか <laughs> その時にはかなりのスピードで逆に円高が起きる可能性はありますで<と>そういったリス,ク、はい、リスクシナリオ以外では基本的に円安継続だと思った方がいい。 ななかなか、えっと、どれぐらいの例えば日銀が利上げしますみたいになったら少なくとも今は0.25%、<laughs> 25ベースポイントの,あの利上げということは今0、えーとえー、0%からまああの25ベースポイント、ねえー、にまあ利上げするというふうには市場を織り込んでいる、まあ、それを例えば0.5%利上げしますとなった場合には少し効果はあると思います。な<ー>、うん、なかなか ハードルが高いやっぱり円安の動きは、うん、というちょっとあ,のあるんで <laughs> まあ日本もね実は政治的な動きはあるんですよいわゆる都知事選があって、はい、でも都知事選は直接実はあまり政権と関係ないものの今回は都知事選を見て結構外国人投資家は日本はまあそう簡単には政権が変わらないだろうという結論を出しているんでそれも実はあの円安要因です。うん だって引き続きだって今までの変わ,変わらないわけだから、うん、自民党のやっぱりその<ー>財政政策も。えーっとうん 金融政策も多分変わらないだろうというふうにみんな思っているんで引き続きあのこれも円安要因なんですよ <laughs> 円安の要因はいっぱい出てくるんですよね。いいすはい。はい、という状況ですねわかりました今後も注目ということではいエミンさんありがとうございましたありがとうございました、えー、ぜひ高評価チャンネル登録もお待ちしていますここまでご視聴いただきましてありがとうございました